盆です、お盆です、お盆です。ふーちゃんこんばんは、こんばんは。しならび会えて嬉しいね、ゆきゆきゆき、こんばんは。昨日はありがとう、ありがとう。やっほー、ふーちゃん、ふう。お、今家着いた、お疲れ様です。握手ぶり、握手ぶりお晩です、くもふー。わ、おひさー、こんばんは。そう、こんばんは皆さんこんばんは。おばんです、ふーさんこんばんは、こんばんは。やばこ発見、ご自宅ですか、ご自宅です。そう、でも今日は朝ね、なんか仕事、お仕事がねしてたんですけど、あの朝9時にお仕事が終わって、そっからね新幹線で帰ってきてたりしたので、なんかすごい時間が、なんだろう、今日 3時間ぐらい風の中で遅れてる気がする。そうお、そう、早いですよね、朝5時ぐらいに起きてだったので、なんかねもうお昼かなって思った時に9時とかで、そうで、なんかもう帰る時かなって思った時に全然まだ3時とかで、髪型いいんでね、ふわふわです。今日なんかボーファーにしてもらいました。そう、メイクもしていただいて、やったねお、お盆です。あ、おい、おい、んー、今日はだからなんか疲れました、朝から動いてた、うん。あんころね食べたい、めっちゃ美味しかった、あんころね。そう、今日はなんか美味しかったです。そう、めっちゃなんかねサクサク、冷たかった。そうお晩です。そう、サクサクでなんかすごいポロポロ落ちて、なんかカバンの中にめっちゃサクサクのやつが入って、ふわーってなった、大変だった。そう、サクサクパンダ、サクサクパンダ大好きよ、一番好きかも、チョコレートのやつで。そうそう、なんかいつもちっちゃいカバンを持ち歩いてるんですけど、なんか個室に食べてたらそのちっちゃいカバンにめっちゃそう粉が入って、やばいと思って、そうお、お持ち帰りかね、食べ歩きっすね。いや、でもお持ち帰りもできるんかな、なんかよくわかんないけど、そのなんだっけ、駅へっていうところになんか新しく増えて、お店がめっちゃ、そう、それでなんかねすごいめっちゃあるんですよ、爆弾屋とかもあって、爆弾屋すごい行きたいって言ってたから、
あ、ここにあるんやと思って、なんかカフェとかもみじまんじゅう、もみじまんじゅうの種類がすごいあった、お店がとかね、めっちゃあった。そう、爆弾屋っていう、なんかなんだっけな、なんか食べ物、そば違う、つけ麺、汁なし担々麺みたいなやつのお店があるんですよ。それがなんかすっごい美味しいらしいです。そう、ラーメン、ラーメンだ、ラーメンだ、そうそう、ラーメンだ。肉まん、あんまん、があったかい。そう、なので皆さんぜひ行ってみてください。ラーメン二郎行こう、それは行きたい。そう、なんかね、広島駅がすごいリニューアルしてて、もう終わったのかな、終わった、あ、でもまだ新幹線に乗る下、新幹線に上る階段のところとかすごい天井工事してあったりしてるんですよ。なんかすごいね、綺麗にどん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 風が広島に来た時に比べてどん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 綺麗になってっているので、それがねすごい面白いです。そう、めっちゃいいよ、駅へ。そうん、そう、広島駅に行くことがない、あ、それはあれですよ、 STU に会いに来たら公演があるので、そう、きっと、うん、お土産とかめっちゃ多くって、うん、いいなと思った、そう、しゃもじ買った、あら、良きね、しゃもじなんか有名ですよね、しゃもじ。岡山までしか行ったことない、あー惜しい惜しい、あとちょっと、あと30分乗ればふーちゃんこんばんは、こんばんは、ててできる、ててできる、そう、もみじまんじゅう、お、白眼鏡さん、くま、ありがとうございます。うん、あ、美味しそう、一回行ってみたい、お、ぜひ、なんかすっごい楽しくって、うん、フーが来た時はなんかすごいね、少なかったんですけど、今もめっちゃ多いです、いろんなものがある。そう、あとね、今日はね、あれに行ったよ、カラオケ、うーん、でもね、すごい鼻詰まりが半端なくって、すごいどえらい、どえらいカラオケになったんですけど、でもカラオケに行って歌ってきました。ね、千穂ちゃんと行った。そう、また配信は鼻が詰まってない時にしますねそう、鼻が詰まってない時にします。いっぱい歌った、何歌った、うん、何だと思いますか何だと思いますか、何歌ってそうなんだろう、ふーって、なんか、なんだろう、何歌ってそうなんだろう、バンプ、あ、正解、ラッド、正解、あ、すごいですね、タッチ、あ、タッチ歌ってないわ、今日忘れてた、タッチはね、いつも歌います。
STU 歌った。クリパイプ歌った。あ、皆さんすごいよく当たりますね。君が弱歌ってないそう、ヤバティは歌えないんですね。全然バラードばかり歌った。あ、バラードが多い。バラードっていうかなんかすごいなんでだろう、風痴法あるあるなんですけど、カラオケに行くとすごい切ないっていうか、なんか全然盛り上がらない曲ばっかり選んで歌ってしまうんですよ。そう、なんか静かになっていくみたいな、しんみりこういうねやつとかを歌いがちだから、なんか今日は盛り上がるやつ歌おうって言ってたんですけど、結局歌わず全然歌わず、そうめっちゃそう悲しいやつでした。そうしっとり、そう君は僕の変なとこが似てる。そうしっとり歌い上げました、なんかカラオケが結構久しぶりだったから、楽しかった。すごい歌って、二人でいい歌だねって言ってました。そう、こんばんは。今ならばちゃんと言える、言えなかった。そう楽しかった、いっぱいいろんなことして。お、キーさんくんありがとうございます今日なんか髪の毛がすごいふわふわだな。しゃ、ね、予防接種したね。ふうさ、予防接種してないんですなんでだろう。なんか握手会で予防接種したって言われたんですけど、なんかみんなしてたんですよね。ふう、っていう多分してないと思います。なんでそう呼ばれなかった。そう普通にねインフルエンザなりたくないからさ、したいんですけど呼ばれなかったぜ。干された干された。そうね、干されたかも。そう、え、予防接種したいです。全然怖いもん、絶対インフルエンザなりたくないし、病気も嫌だから絶対に。そう、でもシティに入ってからまだインフルエンザになってないから、ちょっと今年は怖いですね。そうでもさ、どうなんだろう、注射、めっちゃ怖いわけではないけど、どうだろうあーでも、苦手っちゃ苦手ですね。誰が泣きそう、ココアとか泣きそう。インフルエンザ良くない、良くないです。そう、そうですね。トロは泣くそう、泣きそう。トロ、トロめっちゃ泣きそうやな。やめてやめてって言って、元気元気よ。そう、
でもどうやろう、あんまり、インフルエンザなるかな、一人がなったら怖いなって思う。なんかレッスン場とかだとさ、結構空気がさこもりがちだからさ、メンバー一人とかスタッフさん誰かがなったりしたらちょっとやばいかなと思う。でもならなそう、もらってくる場所がないから。そう、しかもさ、なんか2月にセカンドシングル発売やから、なんかあんまり被ってほしくない、なんかインフルになったとしても。そう、インフルエンザね、しんどい。これできる。よいしょ、気をつけましょう、皆さんも気をつけて。そう、セカンド大事。テレビいっぱいだよね。テレビ出たいです、ね、みーちゃんやっほやっほ、誕生日なので祝ってください。ゆう、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、いい一年にしてください。いいね、誕生日同じ月、イエーイ。そう、Mステ出たいつか。なんかすごい風さ、なんかお姉ちゃんが M ステに出て、なんか M ステティッシュっていうのをもらってきて、で家によくねあって M ステティッシュが。そうで、なんか風はそれをすごい平然と平然と使ってね、物をね拭いたりそう、こぼした物を拭いたりしてたから、なんかすごい今 STU になって、あれはあんな簡単に使ってはいけないのかっていうのがね、ちょっと実感って感じです。そう、そうなんですよ。そう、ボックスで、そうそうそう、だからね、Mステティッシュ欲しいんですよ。頑張って自分でもらえるように頑張ります。そう、この間大磯の時に、大磯アイドルビーチの時に階段を登ってステージになんか行く道があるんですけど、ステージに行くまで階段がねあるんですけど、その時に階段を降りる時に、そう、Mステの練習をみんなでしてました、前後のこと。そう、Mステやと思って降りてって言ってみんなこうやってやって、そう、練習してます、Mステの階段を降りるだからね、もう STU 側はいつでも準備万端なので、そう、そうそうそう、なのでM ステさんに出れるように、そう、練習してるので。そう、チャラララララ、タタ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 、こんばんは。楓ちゃんかな、ふうです、ふうって読みます、楓って書いて、髪切ったってね、切ったってよ、
ーちゃん、くまありがとうございます。いい名前だね。あ、ありがとうございます。嬉しい。なんか今日おしとやか。そう何、おしとやかって何ですか。いつもおしとやかですよ。いつでもどこでもおしとやか。ぐーちゃんことはいぶしたふーです。そうですよ、うん、そうだよ。え？そうだよ。君のため息なんて春風に変えてやれ。その服陽気だね。陽気だね。かわいいこれ。そうだよ。こんばんは。なんか最近はすごい、何言うか忘れた。もうダメだ、最近すぐド忘れマンだから、もうすぐねダメになっちゃう。お FU、 ふう、本当に最近なんか言おうと思ってたことをスッて忘れて、もうダメかもしれない。老化老化早いわ、急速な老化よ、うん、なんか最近ね、口癖がねとか言っちゃってっていうのが口癖なんですよ。そしたらね、なんかとか言ってみてとかいうのが口癖なんですよ。なんかなんだろうな、やってみるとか言ってみたみたいなことが口癖で、なんかそれをずっと最近ずっと言ってて、そう。そしたらね、今日千穂ちゃんがね、歌ってみようかなとか言ってみたとか言ってね、言うからね、すごい人のやつってさ、なんかすごい映るんだなって思った。人の口癖めっちゃ映るんだなって思う。そう、ふわ今その言葉にハマってるから、めっちゃ映る。ピーポーが聞こえるよ。そう、不思議な口癖。そうとか言ってみて、皆さんも使ってください。とか言ってみて、あ、そうだ、昨日な、あのな、さやかさんに写真を撮ってもらったんですよ。イエーイ、嬉しい。そう、めっちゃ嬉しい。ええー、な、やろ。そう、 NNB のマネージャーさんに、NNB さんのマネージャーさんに、さやかさん会えてる時にそう教えてもらって、そう、それで急いでさやかさんのところに行って、そう、すごいね。そう、めちゃめちゃ楽しかった。
話しました、いっぱい。そう、なんかすごいめっちゃ身長低くなったやろって言われてそうで、ふうはなんかすごい、さやかさんが身長低くなったって思ったから、さやかさん身長低くなった気がしますって言ったら、なんか「えっ、ふうが身長低くなったやろ」って言われて「えっ?」てなりました。あれ、でもお互いすごい靴のね高さがなかったので、そう、さやかさん155センチでふうが154センチだったから、あっ、ふうの方がちっちゃいんやってなって、そうで背比べたやつを多めに送りました。そう、そういう出来事です。そう、めっちゃなんかすごい、フーはなんかなんだろう、すごいさやかさんってすごいなって思いましたね、本当に。なんかね、本当に優しいんですよチビスタッフ違うよ、うん、あ、そう、めっちゃね優しい。あ、迷惑メール、君のため生きな、迷惑メール多いね、多い、なんでやろう、そう、初めて見に来ました、あら、ありがとうございます、うれしみー、なんかでも携帯変える前から結構来てたんですけど、うん、なぜじゃ、でもめっちゃ怖い文章です。あなたはこのなんかこういうこれを回さなければみたいなとか、そう、なんかそういうのです。そう、君のためにまあスッと消すので、そう、あ、チェーンメール、そう、それかも、そう、メッセージに来ます、うん、でも全然知らない名前の人、うん、フィルターをかけてるけど、そう、携帯にフィルターかけてます、うん、昨日ヨダちゃんに会えた、そう、会えなかったんですよ、ヨダちゃんに会いたかったです、めっちゃ。でもね、仕方ない、もうでも隣の会場にいるって考えたら、すごいそれだけでなんかふうにはなんか満足でした、すごい、あ、この半径 50m 以内ぐらいにいるのかなって思ったら、すごいなんか、すごい幸せだなって思いました。
近くに出るのがいいですよね。ドキドキした？ドキドキしますよ、そりゃそりゃドキドキマンになります。もうとんでもなくドキドキしますそう、中日の監督、中日の監督も与田さんだけど、その与田さんではないですね。そう、でも楽しみですね。阪神も監督変わってね、どうなることやら。日本シリーズも広島とソフトバンク、ね、そう、矢野さん良き、そうそうそう、楽しみね。君のため息なんて。日本シリーズはカープを応援してくれますか？もちろん、もちろん日本シリーズはカープを応援させていただきます。頑張れ、楽しみですね。阪神は来年かな、来年日本シリーズかな。そう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 。ドラフト楽しみになり、楽しみになりですね。ね、25日のドラフト会議が楽しみね。私はその日公演ですね。土日だ。頑張りましょう。おちゃん好きなぞ。ありがとうなぞ。何時まで配信する？電池が。何時までしよう。8時間違えた。9時。9時。どうしよう。45。45。なお9時6分。おお、よきね。いてててて。そう、9時7分になったのね。了解。そうそうそう、昨日の48ショー JT がね、そうだったみたい。48ショー。そう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 。
君のため息なんて。バッチリ映ってて、お、本当ですか？嬉しい。ST で一番高いのは iPhone ですか？うん。と思われ、あとはハルルン？どっちかな。そう。そうなの。大阪追加任務完売おめでとう。あ、ありがとうございます。そう、嬉しい。なんかすごい、なんか握手会をなんか来てくれるのもすごい嬉しいなって思うし、こう、会いたいって思ってくれてるのかなって思うとすごい幸せだなって思います。そう、あ、ふーちゃんの握手楽しすぎてまだ余裕マンです。お、嬉しい。そうなんですよ、おめでとう、ありがとう。すごいね、ふーが握手会好きって言ってるじゃないですか。結構握手会が一番楽しいっていうのをよく言ってるんですけど、それがあ、ふーだけじゃなかったって思うとすごいなんかおーって思います。よかったと思って、そう、それが幸せですね。よきよき、いいよ、うん、どうしそうがいいね。そう、楽しいですよね。また足の高さんさん、くまありがとうございます。くま、くま、あー、うん、セカンド、あ、ねえ、皆さん見ましたか？船通信が更新されてました。イエーイ、びっくり。すごいよね、なんかね、なんか難しい言葉が多くってさ、よくわからんかったんやけど、なんか内装が終わったのかな、かなと思う、うん、みたいな、なんかよくわかんなくって、そう、そうなんです。そう、見たよ。お、そう、そうそうそう、良きです、良かった、できて、できて、まだまだできてないけど、なんということでしょう。ビフォーアフターみたい。そう、うん、
ロックイン。そうそうそう、嬉しかった。でもちょっとでもなんか進んだんだなと思うと、うん、嬉しい。やっぱり劇場がなくってからさ、なんかまあでもそれなかったからこそ出張公演とかできたっていうのもあるかもしれないけど、でもやっぱり48グループな限りはやっぱり劇場があってのっていうのだと思うから、すごい嬉しいですね。ちょっとでも進んだのは。なんかもうできないかなとか思ったりするんですけど、たまに。でもやっぱりね、こうできるって信じてた方がなんかすごいこうちょっと進んだ時に嬉しいなって思う。そう、私ね、やっぱりなんか大人の人もなんか頑張ってるんだろうなってすごい思うから、そう、それをね信じて。そう、フーラだけだったら出張公演すらもできてないし、きっと何もできてない。メンバーだけだと何もできてないから。そうだからね、皆さんのスタッフさん、とんでもない数のスタッフさんがね頑張ってくれてるだろうなって思うと、なんかそのスタッフさんとかのためにも STU をね大きくして、もっとねと思うようになりました。18歳になったからかな、すごいなんか心が広くおおらかに、おおらかなんかわかんないけど、なんか考え方がすごい大人になった気がする。そう、パフォーマンスとかもなんか用意してくれたステージだし、皆さんが来てせっかく会いに来てくれたステージだから、もうその人は来てくれないかもしれないと思ってやらなきゃいけないと思うし、そう、なんか、すごいそういう部分ではやっぱりナナさんがすごいなって思うのが、なんか一人お客さん一人の後ろに10人いると思ってパフォーマンスしないと伝わらないよってそう言われて、あ、確かにと思って、そしたらすごい数の人にもっと伝えれるようになるよみたいなことを言われて、メモメモそうメモメモってなりました。それはそう、そう、しかもそれが本当になんだろう、その公演とか見ててもなんかアーカイブとかで劇場公演とかの見ててもなんかナナさんが言うからこそ説得力があるなってすごい思う。メモメモメモして、みんなメモして、みんな、そう、しっかりしてる。だってフーと3歳しか変わんないのに、3年後にあんなの慣れてるかなって思うもん。そう、カミカミまあ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 、そう、そう、メモ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 、みんなメモメモ。
塩ラーメンしてたんかーい、してたよ。そう、メモメモです。うん、そうそうそう。ふんちゃんも名言言ってね。ふうもそんなさ、名言名言格言みたいなのがささらっと出るような人格になりたいですね。そう、全然ね、全然そういうのがさらっと出ないんですよ。なんか部活とかでもさ、全然後輩とかから全然尊敬されないタイプでしたもん、昔から。そうそうそう、全然。ふう先輩とかあんま言われたことないもん、ふうちゃんみたいな。そうそう、そんな感じでした、うん、でも小学校から一緒とかだったらまあそうなるかとは思う、うん、いつだって美しい。まあでもね、そう、舐められてる。舐められてないですよ。全然舐められてないですよ。舐められてはないと思ってる。うん、お、翔太、クマありがとう。クマ、クマ、お、9時20分ありがとうございます。ヨフも早く大人になりたい。そうし、なんかなんだろうね、スッてなりたい。お、トモヤさん、クマありがとうございます。うん、大人になりたいって思うけど、やっぱなったらなったで子供のがいいんだろうな、うん。そう、いい大人になりたい。なんかすっごいいい大人、いい大人って何か分かんないけど、人に優しい人になりたいね。そう、あとは部屋を大人にして、そう、大人になりたいです。でも大人になってもオタクがいいな、オタクしたいな。なんかさ、なんかをずっとさ好きってさ、すごいことですよね。ずっと、まあずっととはいかなくても、何かをにさ夢中になるのすごいね。人生めっちゃ楽しいって思う気がする。
そう、好きなことがあるのとかめっちゃいい。なんか今趣味とかがなくって、趣味とかさ、よくさアンケートとかで聞かれるんですけど、趣味なんですかとかよく言われるんだけど、なんかちゃんとした趣味っていうか、なんかそれこそ、なんだろう、ミッチとかだったらギターとか趣味かわかんないけど、でもそういう風に書けるのがあるのもいいなって思う。カラオケ趣味、カラオケ、あ、それいいね。趣味はオタク、ええやん。めちゃめちゃええやん。そう、アイス食べ歩き、よき。そう、はい、早く奈々さんのソロコンの DVD が見たいんですよ。ふうは、そう、昨日は奈々さんに会って、あのすごいなんかソロコン DVD 見てふーちゃんに会った気になったみたいな言われました。そう、ふーね、奈々さんのメイキングにね、ふーがね乗ってたらしいんですよ。ふー見に行ってて、奈々さんの卒コン。そう、もうね、めっちゃ良かった。卒コンじゃない、ソロコン。そう、なんかもう超泣いちゃって、なんかね、ののさんのステージ見てる時にも泣いちゃって、すごいかっこいいなと思ってね。そう、かっこいいなと思って泣いて、で楽屋で奈々さんを目の前にした時に、なんかすごい、あのすごいなと思って泣いちゃいました。そう、めっちゃ良かった。素敵や、ライブ見たかった。あれはもう絶対見た方がいいと思う。もう超いいよ。そう、おすすめです。FT のライブ行きたい。来てよ、来て来て、全然来て、楽しいよ。そう、ふーちゃんが卒コンするソロコンするならセットリスト、セットリストはエゴが溢れるセットリストにしたいかな。夢のソロコンですね、本当に。そう、そう、ずっとなんか笑ってるみたいな、ずっと笑ってるやつがいいですね。なんか似合わないんですよ、フーがなんかしんみりした曲
しんみりしたっていうか、なんかなんだろうな、なんかねあんま似合わないんですよ風に、なんか、うん、そうそうそう、澄ましてる感じなのかな、うん。今日もね撮影でね、なんか最初は澄まし顔をしてみたいに言われて、なんかすんみたいな顔をしてたんですけど、でなんかそしたらなんかとりあえずじゃあ次笑おっかみたいな感じで言われて、もう目がキューって顔がビューって集まるぐらい笑ってって言われて、もうキューって笑ったらなんか、あじゃあそっちにしようみたいな、もうよくいつも毎回かな、ほとんどの撮影で結構ねそうなるので、そうだからね私はこっちの方がいいのかと思ってそうそうそう、しっとり系をね、でも似合うようになりたいですね、いつか。そう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 なんすよそうなのよ、そう、質滑ったので寝ます、おやすみなさい滑ったかーい、滑りパン、あと15分や、あら了解です、ありがとう。でももうすぐライブだからすごい緊張する、久しぶりだからね25日からかな、うん、そう、おアンダー19予約した、マジよろしくお願いします、嬉しみです。新宿以外かな、あそうかも、生誕祭当選して、お生誕祭今からめっちゃ緊張してるんですよ、なんかいつも通りやればいいんやろなとは思うんですけど、なんかやっぱり初めてやから緊張するやんな、そう生誕祭めっちゃ多い、ハッピーサークだと言う、泣くでしょ、泣かない予定ですよ、でも泣かない予定よ、わかんないけど、そう、泣くね、わからんわからん、そんなそんな泣いてもいいやで、そう ST のライブ行ってみたい、おや来てくださいぜひ、うん、歯磨きで見てるから泣いてなんでよ、うん、行きたかったな、そう、ステージ全然当たん、あら、でももうちょっと大きいところでできるようになったらもっとね、皆さんが当たるようにお祈りしまする、うん、あら
1万人ではないか。すごい、ありがとうございます。1万人や。いつだって美しいよ。そうそうそう。お、1月の9時からよ、ふーちゃん。お、待ってます。1月、楽しみね。10万までいく10万までいくな。ふは丸1日ぐらい配信しなきゃ。そう、お雨でおしめんからおしめんの通信時めっちゃ今まず、あら、そう、昨日でも先輩に結構会って、そのミーヨンさんと写真撮ってもらって、結構ずっと会いたいって言ってて、風が、そう、一方的な思いかもしれないんですけど、そうで、やっとなんかね、ケータリングを撮ってる時に、なんか目の前にすっごいスタイルしてるなと思って、でそのままついてて、でてててついてて、一緒に並んでたらミヨンさんで、あっ！ってなって、お互いそう、ってなって、そう、そうなんです。ストーキングやめんかい、人聞き悪いですよ。そう、じゃあなんかね、ケータリングの場所が分かんなくって、でなんか、あ、マリンともしかしたらケータリング行くかもと思って、そう、ついてったんですよ。そしたら正解だったんですよ。イエーイ。そう、そう、好きですね。怪しくないわやめんかい完全なるじゃないよ。違う違う違う、もう言い訳メイビーしてない、してない、言い訳メイビーじゃないよ。もう、でもなんかやっぱ可愛いですね、ミオさん。可愛かった、顔面が可愛い、もう本当に。そうそう、なんかやっぱりね、楽屋はすごいいいですよ。もうね、メンバーさんで溢れてるからね、満面の笑みで歩いてます、いつもそう、満面の笑みです、わーっと思って。そうそうそう、天国、職権内容、それだと思う、パラダイスです。楽屋ってスティールだけじゃないの？なんかね、こうレーンがあるじゃないですか、こうね、こう間にレーンがあったとしたら、ここに楽屋があるんですよ。レーンとレーンがあって、こっちに皆さんが並んでるとしたら、ここに楽屋があって、真ん中に、でなんか STU AKB さん、チームエイトさんみたいな感じで、ここのなんかレーンのここの人が一緒のなんか通路作ってるから、そんな感じです。あとはこっち側にあったりします。そう、そうなんですよ。いまいちわからない、あれあれ、真ん中にあるんです、とりあえず。そう、なんか繋がってる、全部仕切りがない感じそう、そうなんですよ。モザってるね、マジか、モザイクマン
仕切りない。だからね、配信とかは気をつけてしないと、ね、セミ会とかあったら一緒に撮りたいな。お、ありますよ。ノーウェイマンの受付してます。足がしびれた。お時間です。あ、男女読みます。足しびれた。よし。13位、2月8日の高雪風楽しい陸上公園楽しみ。お、ありがとう、待ってます。12位、テチュテチュ、テチュテチュさん、ありがとうございます。11位、タッキー、ありがとうタッキー。サンキューです。10位はともやさん、ありがとう。9位は和幸 KK、 会社の弊社の宣伝ありがとうございました。あれありがとうございますしたかな8位、あきあきあっきーさん、大阪追加いっぱい取れたからゆっくり話そう。お、話しましょう、いっぱいね、楽しみ。7位はヤギちゃん、昨日の余韻がすごい、昨日の返信本当にごめんね。大丈夫です、昨日楽しかったね。6位はただし、ただしありがとう。5位はミルクさん、ありがとうございます。4位はキーさん、ありがとうございます。キーさん、キー。3位です、ででん。3位はいつはビリー生誕祭、落選した。あら、作戦か、ありがとうミリーさん。2位です、2位はん翔太、はぁ、好き、大好きです、ありがとうございます。ラビュー、ラービューですね。遠距離、1位です。ててん、1位はミニオンズさん、かわいい名前やん、ミニオンズ、ミニオンズさん、ユニバやユニバ、ミニオン、ありがとう、嬉しみです、ありがとうございます。やった、皆さんありがとうございました。すごいたくさん、あ、オーマイカー、よし大丈夫。あのノーウェイマンの握手受付が、あの8時わかんない、8時受付だしてるので、多分皆さん、あ、違うな、うん、いや、してるのでよろしくお願いします。そう、次ラスト、ラストだよ、皆さんお忘れなきをよろしくお願いします。会いに来てね。お、申し込んで、ありがとう。そう、セカンド待機、お、それもまた良きですね。そう、ということでありがとうございました。なんか言い忘れてるんです、絶対。でも思い出せないわ、なんだ、なんか言い忘れてるんですよね。なんだろう、ダメだ、全然思い出せない、なんだっけな、忘れちゃった。じゃあまたなんか思い出したらメールで言いますありがとうございました、皆さんおやすみなさい、バイバイ、明日も頑張ろう、イエーイ、バイバイ。ありがとうございました。